広島大学給理学部1号館は、広島市中区東千田町の東千田公園内に、ある遺構。広島大学の旧施設で、被爆建物である。国道2号及び、広島市道駅前吉島線、広島県道243号広島高線に、面した東千田公園敷地内にある。1931年に、 広島文理科大学の本館として竣工した、鉄筋コンクリート構造3階建てのこの建物は、1945年、広島市への原子爆弾投下により被爆するも、倒壊を免れた。戦後広島大学に、遺憾、1991年同大理学部が、東広島市へ移転するまで使用された。その後は、国立大学財務、経営センターが管理していたが、 2010年から広島市に移管し、東仙田公園内の建物となった。戦後、広島大学及びその旧生前進行の被爆建造物が次々に取り壊されていった中で、数少ない現存建物の一つとなっている。現在は老朽化もあり立ち入り禁止であり、内部公開もされていない。また、老朽化や耐震補強の問題から保存に向けて協議が、 行われている。1945年アメリカ軍作成の広島市地図。インペリアル・ユニバーシティ・ティーチャーズ・カレッジと表記されている。被爆後の分離体本館、正面玄関を北西方向より望む。手前は壊滅した広島講師の校舎の残骸。1950年代の広大、東線田キャンパス、中央を通る森と道路の奥に、 当時の理学部1号館が見える。1962年の東仙田キャンパス近辺の航空写真、理学部1号館、森戸道路、およびその左右のフェニックス並木が確認できる。広島大学の旧生前進行の一つである、広島文理科大学は、1929年4月、当時の広島高等師範学校と、 同じ東仙田町の高知内に設置、開学したが、前年の1928年4月から4期にわたる、大学施設の築造が始まったものの、開学時点では、校舎の築造が間に合わなかったため、分離大の教室、研究室や、事務室は隣接する広島校舎の校舎に曲がりする、ことを余儀なくされた。広島分離科大学本館は、 第3期工事として1930年2月、それまで講師の運動場であった場所に着工し、翌1931年6月に一部が竣工し、分離大の各学科教室、研究室が本館に移転した。設計は文部省大臣官房建築家であるが、実際の設計チーフは文部議官の西村マッサルであったとされており、思考は オークラ土木が担当したこの時点では中庭を囲むこの地型の鉄筋コンクリート構造3階建てで正面間口が80メートル近くあるなど当時としては巨大な建物であり玄関ホールや腰壁に大理石が張られていたその後も建物の増築は進み1933年に終了した第4期工事により現状の世の地型となり 完成を見た。戦争末期の1945年6月、大学本館の1、3以上は中国地方総管府に接収されたがほど、なくして、原爆投下となり、爆心地より1420メートルの位置にあった、本館の内部は1階の3室を除いて全焼した。しかしなんとか、外角だけは焼け残ったため、1946年9月までに、 分離台は補修工事を経た本館に復帰した。被爆当時、暗闇の中の本館から手探りで避難した、人々により壁に残された血痕は、1958年の改修に際して切り取られ保存された。また、正面の大時計は8時15分を示したまま戦後、長く止まっていたが、1965年頃、修理不可能として交換された。 新生大学以降によって、旧分離大本館は、1949年5月に、発足した広島大学の理学部1号館に転用、正門からこの建物の正面までキャンパスの中央通りが建設された。理学部1号館は、隣接する位置にあって、同様に東海を免れた、旧孔子付属国民学校校舎とともに、 圧倒的な施設不足の状態に置かれていた初期の広島大学を支えることとなった。また分離大の事実上の最後の学長であり、戦後は教育学部教授となった長田真が原爆のこの編さを行ったのもこの建物においてであった。しかし老朽化にこうすることはできず、1985年頃から北面を中心に壁面タイルが剥落するようになり、 各学部の東広島キャンパスへの統合移転が進む中、1991年9月、理学部の移転によって、旧理学部1号館は空き家となった。現在も存続する東仙田キャンパスの施設を除き、他の大学の建造物がすべて撤去された現在、キャンパスは土地の東仙田町公園にほとんど補修もなされないまま、被爆建造物として、 現状保存されている。なお、公園の門中となっている入り口の石中は分離台の正門門中として1935年に設置された被爆建造物であり、後、広島大学の門中としても使用されたものである。また、戦術の被爆者の血痕が付着した壁面タイルは、被爆時の状況を示す貴重な遺物として2枚の ついたてに仕立てられ、移転先の理学部校舎内に保存、展示されている。この建物が完全に閉鎖されたのは1991年で、ある。1993年には、広島市により、被爆建物台帳にリストアップされている。2014年現在、鉄筋3階建て、延べ床面積約8500平方メートル。ただ、同時期に行われた。 耐震調査により、震度6で倒壊あるいは崩壊の恐れがあると診断された。以下、その時に提示された保存状態別の耐震工事費を示す。また建物保存を諦めモニュメント保存も考えられている。広大本部キャンパス跡地は1997年9月から11月にかけて開催された。 第14回全国都市緑化フェアの会場となり、東仙田公園として整備された。これに先立ち移転に伴って閉鎖された、広島大学の各施設は、旧理学部1号館を残して、順次撤去された。緑化フェア終了後、市内中心部に空き地ができたことにより、様々な跡地利用計画が上がった。まず、県によりガンセンターの候補地、二千二年頃には、 広島県庁舎移転の最有力候補地2003年にはここにサッカー専用スタジアムを建設しサンフレッチェ広島のホームスタジアムとする計画など様々な計画が挙げられた。しかし国有地のため高額な用地買収費がかかる問題に加え被爆建物の保存活用が前提での話となりどれも実現しなかった。2006年市おび 広島大学で広島の地の拠点再生プロジェクトを発足した。そのコンペティションの結果、アーバンコーポレーションの案に決定、広大跡地を教育施設、商業施設、住宅でエリアごとに開発することになり、その中で被爆建物も保存されることが決定した。まず住居部分にマンションが建設された。 2008年アーバンコーポの経営破綻により計画が一時中止となり、市はコンペの時点だった小坂へ武道産に打診するも、協議の結果調整がつかなかったため、再開発計画は白紙となった。2010年3月、市は再計画案を発表。広大跡地を管理する国立大学財務経営センターとの協議の結果、 お互いが所有する土地の一部を交換することとなり、結果被爆建物は、市が管理する東仙田公園の一部となった。今後、市で被爆建物の保存活用していくことになった。2011年現在、広島平和記念公園内の、原爆のこの像に展示できずに溢れた折り鶴を30年、程度保存展示することとなり、その展示場所の候補の一つとしてここが上がっている。 その後公募にて再計画案を募り、2013年、三菱自所レジデンスを筆頭とした8企業のグループによる、広島ナレッジシェアパーク事業として再開発が決定、2018年までに完成を目指す。2014年現在、広島ガーデンガーデンノースタワー、同サウスタワー、同コモンセンター、およびアーバス、東センダなどが建設されている。9 広島高等学校校堂、旧、広大キャンパス内の被爆建造物の中で唯一、登録文化財に登録されている建物である。原爆被災後の長懐各、1945年11月、米軍によって撮影された。原爆被災の時点で、広島市内には広大の前進校となる、旧制学校が、広島分離大を含め発校存在していた。 これらの学校の施設は一部を除き大半が木造であったため、爆心地から遠距離に位置していた広島市販学校、広島市立工業専門学校を除けば、ほとんどが原爆による熱戦、爆風によって倒壊、消失した。しかし数少ない RC 作りの施設の中には、本館と同様、被爆後も内部が全焼したものの外角、形態を保っていたものもあり、 これらのうちいくつかは、戦後の新生広島大学の移行後も引き続き校舎、などの施設として使用された。広島市内の被爆建造物を、ほぼ網羅した同市の公式報告書、広島の被爆建造物は語る、及びそのスタッフによる、広島を探そうでは、広大前進行の施設について、旧理学部一号館を除き、 観光時点で現存していなかったものも含め6点の建造物を記載しているが、このうち広島分離大教育博物館、長懐閣及び広島女子高等市範学校体育館は原爆被災に際して過労じて外角を保ったものの爆風により大破、あるいは全壊したため戦後ほどをなくして解体された。また、広島高等市販学校付属国民学校校舎、 広島工業専門学校醸造学科実験室は大きな損傷を受けたものの戦後補修され、新生広島大学あるいはその付属校の校舎として使用された後、前者は1996年3月、校舎は1968年ごろ解体されたため、現存しない。さらに戦術のように、爆心地から遠隔に位置していた広島市販、学校行動建て、 4.11km は爆風による損壊が軽微であったため戦後長く使用されたが2006年8月に解体され同様に現存しない以上のように旧広大キャンパス内に戦後に至るまで存在していた被爆建造物のほとんどがキャンパス統合移転や老朽化などの事情で取り壊しあるいは旧理学部1号館のように放置の運命をたどる中 現在に至るまで、現役の施設として存続し、登録有形文化財に登録されている、広島高等学校高度建て、2 6 9トルは、例外的な存在である。さらに、これら以外の比較的小規模な被爆建造物としては、戦術の分離対象門門中のほか、広島高専性門門中があり、被爆を経て、 戦後の学部正門門柱としてそのまま使用され、キャンパス移転に際しては、学部のシンボルとして移築されている。さらに、広島大学の旧施設としては、旧、広島大学医学部医学資料館及び、旧、広島大学君風寮が、被爆建造物とされるが、この二つは、被爆時には、学校施設でなく陸軍の施設であった。 広島文理科大学本館に関するカテゴリー。ありがとうございます。